やって負けた方に罰ゲームがあるんだって、うん、もうなんだろう、わかんない。1回戦はブルマンが勝ち。え、何が？1回戦はナナノが勝ちだったでしょ。わかんない。さてさて、3回目はどうなるんでしょうか。天の声さん、今回はなぞなぞ対決です。目の前にある早押しボタンを押して答えてください。あ、これが早押しボタンっていうもの。では第1問、はい、はいはいルルボン、アンパンと食パンに子守歌を聞かせました。寝ちゃったのどっち？アンパンと食パンに子守歌を聞かせました。寝たのはどっち？アンパンと食パン、ヒント、子守歌を聞くのは何？第2問、頭のいい楽器って何？ヒント、賢いことを別の言い方にするとなんて言う？ヒント2、笛っぽいもの。笛っぽいもの？フルート？ヒント3、頭の文字はリ。髪の毛を半分しか切ってくれない国はどこ？ヒント1、頭の文字は。ヒント2、2文字目は、ん。3文字目、が。はい、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 ハンガリー、やっぱりハンガリーさっき言ってたのに、ハンガリーやっぱりハンガリー。なぜ、なぜだかわかりますか？ラスト問題、はい、今ルルノンが2ポイント、ララノンが1ポイントなので次の問題は100点です。やったー、ちょっと待って、頑張る、おかしくないそれ。はい、じゃあ最終問題、はい、カーブで車が落っこぼしちゃったことは何？